落合洋館は、岡山県真庭市の名家、土産菓子。落合洋館落合洋館は、表面が透過している、真庭市の内旧、落合町で生産される洋館で、現在は、真庭市域、三正家地域の土産菓子の一つにもなっている。1764年に、三正家国間島郡たるみ村で創業した、古宮洋館が発祥と言われている。ちなみに、 古宮洋館の店名は、創始者が、三正か国王馬群、古見村の出身であったことに由来している。洋館の表面が透過により硬く、白っぽくなっている。シャリが最大の特徴。これにより食べた時に、外はザクッと、中はもっちりとした、独特の食感を味わうことができる。竿物や板状の洋館もあるが、高瀬船に見立てた一口サイズの船型の洋館が、 主流で、この高瀬船洋館は、マニワブランドにも認定されている。これは、マニワ市のうち旧、勝山町から旧、落合町にかけての地域が、かつて、高瀬船の発着場だったことに由来している。以前は、船型容器の両端を、ホチキスのような金具で留めていたが、近年は、乗り付けで留めてあり、食べやすさと安全性に配慮されたものになっている。ありがとうございます。